してバトラが怒ってるのか分かんないよ。分かるだろ、みんな殺されたんだぞ、あのクソジジイに。ベアトリーチェ復活の儀式とかわけの分かんないことを言った。ならこれで13人が生贄に捧げられて、もうベアトリーチェは蘇った頃だよ。ああなら上等だ、ベアトリーチェもまとめて一緒にぶち殺してやろう。マリアたちは儀式を生き残った。だからベアトリーチェに黄金鏡に招待してもらえるんだよ。そこでは願いは何でも叶う。家族を殺されたのが辛いなら生き返らせてもらえばいいのに。マリアはそうするつもりだよ。黒い魔女に取り憑かれていない本当に優しい本当のママを蘇らせてもらうの。だからママはもうずっとマリアと一緒。お仕事とかで残業も休日出勤も何もないの。ずっとマリアと一緒にいてくれて、マリアのことだけを考えてくれてマリアのために恐ろしい敵といつも戦ってくれるのお前どうかしてるぜ。なんでこの状況でそんなわけわかんねえことを言ってられるんだ。バトラは今キリエおばさんに言われたはずだよ、魔女を信じろと言われたはずなのに。くそ、こんなとこでマリアと口喧嘩してる場合じゃねえぜ。もう人質も何も誰も生き残っちゃいねえんだ。もうくそくだらねえ、おかしな儀式もゲームもおしまいだぜ。ここからは俺の好きにさせてもらう。まだ生きてる奴がいるかもしれない、あるいは隠れてる奴がいるかもしれない。片っ端から調べて見つけ出しぶちのめしてやるぜ。ベアトリーチェがすぐに願いを叶えてくれるのに、バトラはバカ。ああ、もしもし。ほう。電話って誰からだ。マリア、電話の相手は誰だ？爺様か？
おい、どこへ行くんだよ。マリアのテストの場所だよ。後ろ宮家の当主はバトラかマリアか、どっちだろうね。いくら殺されるぞ。殺されないよ。儀式はもう終わってるもの。それに殺されても蘇らせてもらえるし、当主になってもなれなくても、もう私たちは黄金鏡に招いてもらえる。じゃあね、お先に。待てよマリア。もしもし。
トリーチだとでも言うのかよ。何がベアトリーチェだ。黄金の魔女だと。いい加減にしろ。どこにいやがれ。そこにクソジジイも一緒にいるのか。てめえらまとめてぶっ飛ばしてやる。今どこにいやがるんだ。答えやれ。なんだ、わらわなんだ。モテる女はつれえや。心臓がいるときに口説くのはよせよ。こいつマジで焼くから立ち悪いぜ。緊張のいない二人っきりの時ならこっそりナイトで愛してやるからよ。変わった。マリアのテストにわらわは行かない。そなたなんと気まぐれな。ではお前がバトラをテストするというのか。いいだろう。あいつはお前の若い時に言うからちょっと来ちゃうんだよ。安心しろよ、浮気なんかしないって。あいつと二人きりになるのは今だ。わらわはいつだってお前と二人きりだぜ。だめ、もうわらわを四六時中束縛するのは勘弁しろ。
ラさん、熊沢のばあちゃん、バートラだ。おい、起きろって。お、どうして。